ちょっと参考になるかどうかあれですけど、パイプを使った発岩岩放流のやり方をすごく簡単なんですけど説明します。まず場所なんですけど、こうあまり大粒の石でもダメだし、砂利もダメなそうなんです。こう小さい砂利もダメなそうなんです、適度な、そうですね、直径3センチぐらいの小石があるところ、あ、ここなんかいいですね、を見つけましたら、ちょっとこれ靴が悪いんですけど、かかとで掘ります。こういう風になりますね。あの色が当然変わると、まあ、ここは陸地なんで、地面が見えましたけど、縦長に掘ります。よく魚が、あの尾びれでメスが、あの産卵どころを作るとこういう形になるそうです。縦長の、でそこにパイプを押し当ててグリ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 とやる。でこのパイプの長さなんですけど、後で見せますけど、肘の長さぐらいです。そうじゃないと作業がしづらいんで、で、そこに、そうですね、あのお寿司1個分ぐらいのこう卵700粒っていうんですけど、それをこう軽く手で、握ったとして大体雰囲気で こんなもんかな。んで、要はなんで肘の長さかっていうと、腕をまくって中に入る、そーっと置く作業をするための深さです。はい、でそれ今入れました、こういう風に入れました。でそしたら、産卵どこの上流の大石、さっき言いましたけど、あんまり細かくてもいけない、むしろ少し大きいぐらいの、こんな感じの石ですね、をまたそーっと置きます。上にかぶせるって感じですね。それで、パイプの周りを見えるかな、パイプの周りをこう石で囲ってそーっと引き抜きます。で今こんな感じ見え、何が何だか分かっていただいけど、で、もうそのままでもいいし、何だったらもうちょっとあの小石をかぶせる、そう遠く。でなんで上流の石かっていうと、やっぱりあの魚の産卵行動で、あのビデオかなんか見たことあると思いますけど、あの、メスが産卵どこの上をまた尾びれで描いて、石を卵の上に移動させる、そんな感じですね。これがパイプ、30センチ強ってとこですかね。あの内径はこれちょっと狭いです。うちにあったやつを持ってきただけなんで、これで内径10センチぐらいですけど、もうちょっとあった方がいいですね。15センチぐらいあってもいいと思います。はい、そんなとこです。頑張って、未来の魚を育てましょう。